じゃんけん。おはようございます。ワンちゃんもおはよう。はいはい、いいよ。狂っているようだね。あ、今綺麗だね。ポンちゃんが綺麗に映るっていうのが暗いところに合ってるってことだね。だから周りが白く飛ぶんだね。どこかいじっちゃったかな。はい、ジャン君真っ白。はい、設定が多分これリセットされたかな。綺麗に映るようになったと思います。カメラはね、なんかどっかちょっといじっただけで、今時のは分かりにくいっす。昔はダイヤルだけだったんでね、ジジイなこと言ってますが、ですね、手が痛い問題、昨日1日、ほぼ1日引かずに過ごしました。まあ、そんなにひどいことではないんですけど、早めに、ちょっとね、ということで親指の付け根が痛かったり、この小指とかね、この辺が痛かったり、あとこの中とかがちょっと結構疲労している感じの痛みがあったので、腱鞘炎とかにならないように、昨日はほぼ1日ちょっと生配信をしているもんですから、その途中ちょっと弾きましたが、ほぼ歌も歌わず、過ごしております。今ですね、新しいチャンネルを考案しようということで企画会議を練っています。テーマは可愛いこと、それから癒されること、そのような感じですね。雰囲気としてはこの子たちですね。我が家にはたくさんこのような、可愛い人形って言っていいのかなキャラクターといえばいいんですかね、たくさんいますので、この人たちに演じてもらうというような趣旨になるかと思います。しばらくお待ちください。新しいチャンネル出たら、できたらですね、お知らせしますね。ポンちゃん、なんか今日はずっとここで寝てるね。ポンちゃんの気分はちょっと計り知れないところがありますね。昼間の一番暑い時に部屋の外の爪研ぎの上で寝てたりね、夜になるとここで寝てるのね。ちょっと爪が伸びてるね。君の爪を切るのは難しそうだな。はい、ちゃんくん。外に2人で出てきたけど、特に何でもないの。遊びたいとかないの。まだなんか眠そうだもんね。眠いのかい。置いといた方がいいんですか。ジャンプとかやらない。いらなそうだね。